助けに来ましたよ。戦闘車両から突進してくる少女の姿をした兵士。劇場に乱れた射撃は、それでも正確に定かの銃を弾き飛ばす。その未熟な姿を見た瞬間、戦は引いた。不愉快な話だが、ここであれは殺せない。コンマの判断で、あの生き物を仕留めるのは不可能だと受け入れた。単身オフェンスを引き受けたカナンを、感情的などと評した自分に舌打ちする。先ほどの少女は極めて冷静だったのだ。本当に感情だけの動物となったそれは、敗北を知らぬ彼女をして、純粋な性能では勝てないと引かせたのだから。匂いが変わった。カツンというトゲトゲしい足音。銃を撃つ際に起きる絹ずれの音が、衝撃を伴ってカナンの肌に叩き込まれ、カナンは紙一重で目の前を通り過ぎる弾丸を見送った。なんで？唐突な疑問に背筋が凍る。護衛兵の他に敵兵力が残っていたこと、それが機関士の姿をしていたこと。嫌な予感を振り返る。今は列車を止めることが先決だ。自分を狙った機関士を追ってカナンは運転室へ走り出した。機関士を装っていた何者かは最後まで抗戦し、何も語らずに倒れた。残されたのは殺されていた機関士たちと、すでに破壊され意味をなせなくなった操作盤と、列車を破壊している以上、この男は護衛兵たちとは枠組みが違うという事実だけ。自分たちの知らない第三勢力がいると気づいた瞬間、カナンは駆けていた。あるいは彼女の予感がもう少し鈍いものなら、機関部を破壊して列車を強引に止めていただろう。だが、その予感が勝ってしまった。冷徹なはずの兵士としての思考が優先すべき事柄を放棄させた。初めから気乗りのしなかった仕事。不便な点ばかりだった列車の状況。それと、吹きつついたまだらの色。全力で走る。貨物列車から後ろは濃密な死の匂いがする。ありえないと自分に聞かせながら車両内に戻り、彼女の視界は染み一つない赤に染まった。シャーム！劇場のまま乱射する。銃を持って初めての当たる確信のない射撃。無様な感情の発露は、サダカの部下を仕留め、シャムの命を幾ばくか伸ばしただけ。サダカはトランクを手にしたまま、後部車両に消えていった。逃げ去るサダカを追うことすら考えられず、カナンは呆然と膝を落とした。少女の思考は、とっくに停止している。まるで生まれたばかりのヒナのようだと、シャムはかすかに目を細めた。カナン。やだ。聞きたくないと、少女は首を振り、見ての通り、致命傷だ。シャムは冷静に、現状を口にした。声を上げずに懸命に訴える。それはダメだと。死なないでとわがままを口にする余裕もなく、緩やかに首を振り続ける。その顔には覚えがある。出血によって薄れていく意識、機能低下していく脳を揺り起こして、彼は2年前のまだ幼かった少女の姿を思い出した。
まるで現実味がない。当然だ。あんな人間らしい日々を自分が遅れていたはずがないのだから。カナン、現状を確認する。やだ、そんなのできない。把握なんてできない。首を振る少女に淡々と男は語る。ただかの裏切りによってケースは奪われた。車内で生き残った人数、人間は数えるほど。列車はいずれ爆破される。どうしようもないほどの失敗と窮状。あんな女どうでもいい。それより早く手当てを。さえ止めればまだ。時間の無駄だ。お前には他にやることがある。目を覚ませ、カナン。これは特別なことか。俺とあの女は同じ兵士に過ぎない。人間性を捨て去った兵士が同じ兵士に撃たれただけだ。そこに特別な意味を見出せと教えたか。最後まで先生ですかね。違う、シャムとあいつは違う。あの女のことは知らない。知りたくもない。けどシャムは違う。シャムは優しい。冷たいけどあんな人でなしじゃない。少女の声に男は答えない。人でなしではない。確かにその言葉に罪悪を覚える程度には感情が戻ったらしい。それでもまだ人間には遠すぎるが。何をするべきかを測り、何ができるかを考えろと言っただろう。分かっているはずだ。俺たちの仕事はケースを取り返し、列車を止め、ウーアを根絶する。男の言葉は卑怯だった。ウーアの根絶、それはカナンという少女を兵士に変える抗いようのない約束だ。カナン、そちらの状況を。戦闘車両で何があった。護衛はみんな倒した。機関士はあの女の仲間で、操作盤じゃ列車は止められない。機関室を壊すか、車両ごとにあるブレーキを使わないと。他に生存者は。貨物列車から先には誰もいない。生きてるのは私たちだけ。了解した。俺は列車を止める。お前は奴を追え。俺からの言葉はこれが最後だ。カナンの呼吸が止まる。傷ついたシャムを置いていくのは見捨てることと同じだ。それに列車を止めたところで生きているのは自分たちだけ。そんなことのためにこの場を、シャムとの最後を失うことなどカナンには考えられず。カナン、周りを見ろ。生存者は何人いる。その感傷を男は兵士として拭い取った。教えてくれカナン、何人いるんだ。伏せていた顔が上がる。教えてくれとシャマは言った。今まで一度も少女の特別性に頼らなかった兵士が、彼女を異端だと差別せずありのままで許容してくれた人が、教えてほしいと。3人いる。たった3人しかいない。3人しか。そう、たった3人。血の海の中で銃に撃たれ、かろうじて生きているのは3人だけ。静かなシャムの問いかけ、この目がかつて立ち直ろうとした少女と今のカナンを見つめている。
助けられなかった。一人しか助けられなかった。でも今は違う。たった三人なんかじゃなく。違う。三人も助けられる。その力強さに誰気づかれることなく人の足は目を細めた。まったく幸福だ。輝きに眩しさを覚えるなど、この昔に過ぎ去ったはずだろうに。列車は俺が受け持つ。連結を外しブレーキをかける程度だ。この体でも十分に現実的な役割だろう。だがお前の方は少し骨だぞ。うん。でもすぐに戻る。答える声に感情の揺らぎはない。少女は男が鍛えた通りの優れた戦士になっていた。カナン、お前は戦争によって過去を奪われた犠牲者であり、奴は権力闘争によって過去を失った敗北者だ。兵士としての起点は同じだが、あり方は異なっている。シャムの手から銃が落ちる。彼の人生を象徴するような無骨な銃。もう彼には必要のない多くの命を奪った兵器。破壊によって生まれた兵士は憎しみを武器とする。俺と奴のうつろさは単にそれに焼き尽くされただけの話だ。その話を覚えているか？覚えてる。憎しみには決して憎しみで対抗してはならない。その力で相手を消したとしても、憎しみにとらわれた自分がいる限り、憎悪の数は減りはしない。上出来だ。教えられることはとりあえず全て伝わったらしい。少し誇らしげに口元を歪める。かつて死は平等だと彼は言った。誰であろうと等しく訪れる。シャムにもその時が来たのだと、自分でも驚くほど静かな心で少女は受け入れた。最後のタリームだ。奴を逃がすな。より多くの命を救え。うん、シャムも元気で。悲嘆はない。そうして二人は当然のように、この2年間を思い返すように鮮やかに別れていった。